はい、こんにちは。こんにちは。原田正和です。リッチーです。大ちゃんです。はい、今日もお金の勉強をしましょう。はい、お願いします。この話、全部、はい、お金の勉強をしてないからやねん。ちょっとこのお金の勉強、お金のことを考えたら、はい、あ、株で家を売った人、これほんまや、はい、でも得した人もいるよねっていうのは普通わかるやん、うんうんうん、あの土地が絶対下がらないもん、はい、上がるやん、はい、上がったり下がったりするやんか、はいはいはい、でみんな勉強したらわかることでも、これは親が勉強してないから親から子へ話がいくから、うん、ちょっと信じてしまうんだよね。悪気がないから全部、だからこのお金の勉強っていうのは、はい、普通一般の人、はい、あのお金、親がお金持ちの人は、うん、そのまま親が言うことを信じてください、うん、それ以下の人、はいはい、だから貧乏っていうのはおかしいわな、はい、俺は別に貧乏じゃなかったから、うん、お金持ちでもなかったけど、はい、でもそのお金持ち以下の人っていうのは、はい、お金の勉強してないから、うん、親から子へのお金の話は断ち切りましょうねと、はいはい、信じるなと、信じるな、言うこと聞くなってことですか。言うこと聞いたらあかん、親のこと、これがでも難しいね、でも勉強ってそういうことないね、な、へー、で、はい、じゃあ次、まあ、これ親から子の話っていうのは断ち切りましょう、はい、できるだけ、はい、ね、で次お金持ちの親の考え方とそうでない親の考え方の違いをちょっと見ていきます、はい、ね、でお金持ちの親っていうのは、はい、お金は楽しいものやっていうのを教えます、うん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 、お金っていうのは、はい、言うたらおか旅行に行ったり、うん、楽しいわね、うんうん、だいろんな楽しいものを買ったり、はい、いろんなことができます、うん、決してネガティブなものではないですよねと、うんうんうん、そうじゃない、うんうん、でも、はい、うちの親は、はい、お金のことでしょっちゅう喧嘩してて、はい、私のお金、はい、俺のお金、はい、みたいなことでずっと喧嘩してた、はい、だから僕は、うん、まず、うん、その勉強する前は、うん、お金はものすごくネガティブでした。お金は汚い、はいはい、うん、もうお金ばっかり言う人は、はい、もう何て言うの、ずるいというか、なんかもうみすぼらしいというか、うん、もうちょっとお金で揉めてる人たちを見て、うん、ちょっとあんまりいい印象がなかったわけ、ね、全く、はいはい、ネガティブ、もうこれ植え付けられてしまったわけよ。どんだけ揉めたかったんですか、はいはい、ほんまに、うん、そんなもんや、はい、でも多いやで、うん、リッチのことを夫婦で喧嘩してはるとき、お金の話喧嘩してはるから、あ、親ですか、あ、もう しょっちゅうですよ、しょっちゅうや、あ、そうやね、普通そうなん、大体とかちょっとお金持ってない、全然違う違う違う、むしろ揉める原因の根底にはもうお金があるんちゃうかなっていう、そうやね、そういうもんない、うん、うん、だからうちの今家は、俺は一応やっぱ勉強したから、お金での喧嘩っていうのはもうほとんどない、今や、以前は多少あったけど、もう今はもうそんな、どうぞどうぞと、使わへん、ほんでまた、どうぞどうぞ言ってる、どうぞどうぞと原田さんが言ってる、言うてるでも、もっと使えばと、でも使わへんねんけどね、結局やっぱ宇宙は多少ちゃんとは聞いてくれへんけど、はい、お金の勉強っていうのはやっぱ感情やから、はい、伝えにくいんだけど、多少俺がよう言うから分かってきてる感じはする。ね。で、あと次お金持ちの親っていうのは、はい、プレゼントをする喜びを教えます。ほう。うん、寄付とか、はい、さっきはちょっとライブでちらっと喋ったけど、もらう、何でもいろんなのもらうよりも、はい、プレゼントする方が喜びが何倍も大きいんやって、うんうんうん、それをお金持ちの親は知ってます。うーん、だから寄付もするし、はい、いろいろな人にこういろんなものを分け与えるのはちょっと
上から下な感じがするんだけど、はい、なんかこう上げたがらはるいろんなものを、それが、はい、言うたら喜びが大きいの知ってはるからそこにお金を使うわけ。でも、そうでない親は、はい、損をしたくないっていう気持ちがすごく強いね。得をしたいわけや、はいはい、もう何でも欲しい欲しいや、はい、うん、だから父親が母親に何かをプレゼントするっていうことは、はい、見たことないし逆もそうやね、はい、まあ何か悪かったやろうけどね、はい、うん、そういう損をしたくないっていう気持ちが非常に大きい。うん、うん、まあある話やろ。まあ分かるやろ。分かります。あげる喜びを分かってるわけ。はい、だからほんまにこれはもうすごいパワーだし。あ、そうですか。うん、次、はい、投資とギャンブルの違いをしっかりと教えてくれる、このさっきの話、株、うん、勉強したない人は。ギャンブルやと思わはんじゃんな、株は。で、これ株をギャンブルみたいな感じですることもできるし、よく今あるのがデイトレードとか、若い子好きやね。あとビットコインとか、うん、あるよね。ああいうのは投資としてもできるし、ギャンブルとしてもできるわけ。へぇ、うん、一攫千金を狙って一か八かするのがギャンブル。投資っていうのはやっぱある程度長いスパンで考えて、うん、何年間で考えてプラスを出していこうというスタイルやから、その違いっていうのすごい大事なわけ。それをしっかりと教えてくれてるのがお金持ちの親です。ほう、そうでない親、はい、まあ、うちはギャンブルはあんましいにかったけどね、父親は母親も、うんうん、リッチーとかギャンブルはパチンコしてましたね。パチンコしてた。あ、自分の親。親ね。親、はい。大ちゃんとこは？僕は父親が、まあ、パチンコやってましたけど、まあ、そんなにですかね。そんなにやね。はい。だそのやっぱりむっちゃしたかった。まあ、一時は。一時は。でもパッとやめたっていうこと感じ。まあ、そんなにはもうしょっちゅう行ってない。なるほどね。うん、あの。この3人はギャンブルはほとんどせえへんのちゃうかね。競馬をちょっとするぐらい。僕競馬します。めっちゃする。めっちゃって、まあ毎週ちょっと買うぐらいですけど。ちょっと買うぐらい。っやってたんですね。まあ一応シルエットやっとんねん。動画も撮らずに。親がギャンブル好きな人って、うん、子もやっぱギャンブル好きやわ、が多いわ。あ、そうです。全部が全部とは言わへんけど、うん、やっぱ好きやわ。それで言うたら、はい、うちの父親は株が大好きやで、うん、得してる得してるって言うてたけど、はい、まあ得全くしてへんかったわまあ負けとったわ僕は、うん、FX の株もしたけど、うんうん、もう株よりも FX が楽しいなという、はい、うん、思って FX を、はい、もう言うたらもう15年ぐらいしてたのかな、 FX ずっとしてるから、はい、うん、そうそう、それそんなも似てるんかなと思う。あ、なるほど。あと不動産も父親は夢でずっとしたかった、うんうん、で、まあ、そんなに形にはなってへんかったけど、はい、僕が不動産で一応形にしたということで、やっぱり父親と似てんだなっていう部分はある。あ、なるほど、うん、っていうのがまずここ結構大事なことやね、うん、お金の話は親から子へ、この親から子をに教えてもらったことを断ち切りましょうという今日の授業でした。はい、はい、ありがとうございます。ここに書けるのは全てもう間違っているというか、疑った方がいいよということですか。疑った方がいいってこと。全部間違ってるとはよう言わんけど、はい、うん、人それぞれやからね。そのまあ間違ってるわそ, の、うん、その意見としては正しいんやけども、その一方的すぎひんかっていうことですよね、見方が。したったらずっていうかな、はいはい、とにかく貯金をしなさいじゃなく、うん、貯金はじゃあいくらぐらいまでしなさいね、まあ、言うて正しいということで、うん、なるほど、うん、金持ちはずるい貧乏、これは嘘やな、はい、で、お金できるだけ使わない、これも
舌足らずでね、はいはい、うん、ちゃんとお金を生むに対しては惜しみなく使いなさい、でも無駄なお金は使わないようにしましょうねっていう、借金は人生を楽にするっていうのも半分は出て半分不正解みたいな話になってくるから、まあ忘れましょうと親から教えてもらったことは、で一から勉強し直したらどうですかと。